始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タルマコーチのアンドです。今回もサイコボーイ2、こちらのゲームで遊んでいきたいと思います。それではスタート。じゃあこのステージ16、傘が欲しいな、行きましょうか。なんだ傘が欲しいなって、お地蔵さんの傘をパクろうとしてる。あ、なんだっけこの童話、忘れちった。花坂じいさんじゃなくて、はい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 、傘が欲しいな。だからね、単純に傘もらってけばいいんじゃないの。天罰でした。やっぱね、こういう悪いことすると天罰が当たるんですね。ここはあえて傘をもらうなら善人な行動するべきなんですよね。正直善人な行動するってことは、はいはい、どうだ、なんか出てきた。あ、わかった、傘の代わりにこのスカーフをつけてあげる、そういうことじゃない、違うのか。でも他に何もない、団子があるぐらいだな。まあ、団子で許してやるか、しょうがねえ。あ、赤いスカーフつけられたぞ。え、あ、これで仲間と思ってもらえる。あ、来た。え、スカーフで認識してるんだ、あのおじいさんは。地蔵かどうかって。そういうこと、スカーフ認識だったわ。じゃあステージ17、トイレ変わってよ2行きましょう。知らない間にパート2になったんだけど。え、なんかいろいろいる。でも右開いてるな。来た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 。最後に恐怖なんて関係ないからな、バカめ。右行けんな。あ、ロッカー、手袋と雑巾とはしごがあるな。何これ、大脱出装置みたいに出てきたんだけど。開けて手袋つけるのか。はい、で、はい、あ、水が欲しいと。あ、わかった、水で雑巾を濡らして、はいはい、でこれで掃除させてあげられるはず。あ、やばい、天才だ、天才の手が出てきた。はいはい、これでもう幸せよ。ほら見て、顔が顔が大満足だもん。仲良くなってやがる。じゃあステージ18、サイコバレエ団行きましょう。何それ、サイコバレエ団とはなんだけど。起きた。え、スタート。音が何もない。え、やっちまった、やっちまった、やっちまったよ。全てをぶっ壊しちまった。このメンタルを参考にしよう。お、押すなって書いてある。押さないわけにいかないでしょ、こんなのねえ。お、やべ、クラブ始まった。なんなんだよお前、練習してきたことを出せよ。悔しくねえのかよ。あ、やばい。大惨事です。あ、なんだ、え、あ、クラシック音楽、これだよ、これ入れて。え、あ、ここでスタート押せるな、こっち押してみる。いいぞと、始まった、始まった、バレエ団、大丈夫、クラシック流れる。何してんねん。あ、来た。はい、ひょっとこどり、あぶねえ。ひょっとこどりの回収して切り替え。ん、あ、来た、クラシック音楽あった、これだ、ひょっとこの中に入ってよかった。来た、熊光の彦、これでいけらず、さすがに。頼むぜ音響係、これでようやく練習した成果を出せるわ、頼みます。え、なんでだよ、なんで失敗なんだよ。切り替えか、どれだ、白鳥の湖か、これでいけるはず、さすがに白鳥だわ。ごめん、蜂じゃなかったね、確かに白鳥来てたわ。え、え、こっから俺の操作が始まるの、任して、見てほら、これやる。お、お、お、俺がサイコを動かすのかと思ったら俺がライトだったわ。な、何、危ない危ない、やばい、危ない、ギリギリ間に合った、オッケー、危ねえ。乗り切ったわ、はい、大盛り上がりですよ。なんとか終わったわ。じゃあ今日はこれでやりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。
また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。